鹿児島やな多分。鹿児島や。あ、バレた。しゃあない。よし、来とるで。と期待したんですけれども、残念ながらその後は当たりがなく坊主となりました。今朝の状況なんですけれども、まあ、朝の早い時間でサゴシやサーラがルアーでよく釣れてまして、サーラが去った後は完全に飲ませ優勢っていう感じではありました。ブリ族に関しては飲ませの方がよく釣れていて、見た限りですとルアーでメジロブリとかは釣れてなかったような気がします。飲ませで釣れてますので確実に合うものはいるんですけれども、ルアーへの反応がなかなか渋い感じではありますね。まあ、これはオフショア的には魚探には魚映ってるけれども、ルアーに食ってこないというような感じだとは個人的に思います。まあ、缶釣りのトラウト感覚で、まあ、ルアーの色だったりとか種類とかがアジャストしたら、そういう魚たちも口を使ってくるんじゃないかなとは思うんですけれども、まあどのみち難しいことには変わりないですね。まあ、そのようなルアーに対して渋い魚を釣り上げることができたら、それも格別の喜びがありますので、まあ皆さんも手持ちのルアーを駆使して狙ってみるのもいいかなと思います。少々雑い編集になりましたけれども、今回の動画は以上となります。もしよろしければチャンネル登録高評価していただけますと励みになります。それではご視聴ありがとうございました。